おい。聞いているよ。いや、バレンタイン。なんとか考え直して、ニック・バレンタインの過去を終わらせる手伝いをしてくれないか。どんな歴史について話してるんだ？これは公文書館から出てきた事件だ。かつてボストンの地に組織犯罪の王が住んでいた。エディ・ウィンター。たくさんの悪事をした悪人だ。罪のない多くの人を傷つけた。だが奴は終わりが近づいていることに気づいていた。だから本拠地として使っていたサンドイッチ屋の地下にある個人シェルターに閉じこもった。サンドイッチ屋に悪の王者？どこかでミートボールの化け物が現れるとでも？聞いたところによると、パストラミゴーレムなら本当にいるらしい。何にせよ知ったかぶりが終わったなら、話はもっとこんがらがってるんだ。奴は思い上がって死を免れようとした。永遠の命を手に入れようと。つまり奴はいつかシェルターからこの素晴らしい新世界に出てくるかもしれない。聞き覚えはあるか？エディはただの冷凍バナナになりたかったんじゃない。冷凍睡眠じゃない。奴はたちの悪い狂った放射能施設に投資したんだ。まさか、つまり放射能を使って？そういうことだ。エディ・ウィンターは自らグールになった。200年前はファッショナブルなことだったんだ。そう、奴はおそらく最初の一人だ。で、奴はまだ例のシェルターの中に閉じこもっていると思われる。未だ無事に地上に出た時に悪の時代を再び築き上げる準備をしているんだろう。それを防ぐために奴を見つけて殺すつもりだ。手伝ってもらえないか？できない、ニック。まだ生きてるとしてもなぜエディ・ウィンターを殺す？ただの復讐としか思えない。記憶がある。女の子の彼女だった。本当は自分の記憶じゃないって分かってる。これはニックのだけど、その女の子は本当にいたんだ。美しくて純真な子だった。ウィンターが殺した。今はその対価を払う時だ。分かっただろう。協力してくれるか？分かった、ニック。悪者を倒そう。いいやつだな。さて、ウィンターのボルトがどこにあるかは分かる。けれども、ドアは複雑な暗証番号で封印されている。運がいいことに、ウィンターの傲慢さはとどまるところを知らない。昔、奴は10本のホロテープを作った。いろいろな犯罪組織に罪を着せるものだ。それぞれに一つずつ番号が隠されてる。すべてのホロテープを見つければ、すべての番号が手に入る。すべての番号が手に入れば、暗証番号が手に入る。それでウィンターを倒せる。ここ最近、この件についてファイルをまとめていたんだ。聞く価値があるホロテープが2本ある。一つはウィンターのもので、フェラルでいっぱいになる前にケンブリッジ警察からなんとか持ち出したものだ。ボストン市警察の証拠端末が暗号を解く鍵だと直感が告げている。警察署を見つけたら訪れる価値はあるだろう。ほとんど見分けがつかないな。おい、どんな計画だ？了解。それを黙らせる方法を見つけるまでだ。陰謀くん嫌いだ。
だろうな。最後の抵抗をしていいぞ。何もないよ。隠れられると思ったのか。そのターミナルを見てほしい。入った。始動中。プロテクトロン始動。保安と防止に努めます。まともに掃除してなかった。誰か外にいる。よく。どもないだろう。身の衣め。大間違いだったな、新米。ドロン。え？素晴らしい。やった。アレクサンダー・シュトレルニコフ。尊敬するミスター・シュトレルニコフ。団体の一人が思慮深さを重んじることは知っている。しかし正直に言うと、そんなもんどうでもいい。だってほら、たった一発すごく離れた場所から撃っただけでロン・トレビオの頭を撃ち抜いた。芸術の頭だ。
バレンタイン刑事、ニック、聞いてくれ。悪かった。怒って、全部計画だったんだ、ニック。できることは何もない。ウィンターは FBI のおとりだ。それを取れ。あいつが BADTFL に直接そう報告した。全部記録してある。そっちだ。期待していいぞ。こっちへ来い。できる。あれを調べに行け。すまん、無理だ。やった。素晴らしい。いい案だ。ロバート・クーパー宛て。よくやってくれた、ボビー。あの妻と娘は何も言わないだろう。大丈夫だ。はあ、あのデブの生命保険が転がり込んだら、モントラーノ夫人もこう思うさ。あのデブの旦那が銃で撃たれるのは5年早くてもよかったくらいだってな。この次にどうするかだが、任せる。ビーチ、サンドイッチやカーディーラ、どこで処分してもらってもいい。ジョニーの父親にさえあのアホに何があったのかバレなければ大丈夫だ。エディ・ウィンター、以上。おい、何を隠してる。ロドリコ・パロマーテ。オーケー、友よ。ファロンズの仕事のことだが、しばらく考えて結論が出た。見合うだけの分け前をやろう。ゼロドルだ。クズ、分かったけど何もやらない。確かに金庫は破った。確かにダイヤは手に入れた。しかしアラームを作動させた。マッキーが捕まった。全部お前のせいだ。マッキーはもうすぐ出てくるが、そしたらお前に死んでほしがるだろうな。お前の取り分は代わりにあいつにやることにする。それくらいで済んで感謝しろ。エディ・ウィンター、以上。相手は
サル・バラスコーに宛て。話をしないといけない。ダンバーのこととか、モントラーナのゴタゴタとか、いろんなことについて。南北の関係を改善する試みは完全に失敗だったと認めなければならない。仲間の行動の責任は全て俺にある。同じようにあのアホのモントラーノの責任はそっちにあると認めてもらいたい。ダンバーのことは言葉も出ないよ。映画館を殺戮現場にするなんて。あいつらはお前の命令で死んだ。俺の命令ではない。しかも全くわけのわからない理由で死んだ。だから会おう。二人だけで話し合おう。時間と場所は決めてくれ。エディ・ウィンター、以上。シャーロット・ウェン宛て。ミズ・ウェン、元気かな。5月に一緒に共同事業をしたから元気だと思うが、記憶が正しければバファウトの荷台のおかげで大金を手に入れ、ウーリーが懲役8年食らったんだったな。それで思ったんだが、もう一度やらないか。好きなものは同じだろう。金、そして邪魔者の処分だ。一緒にやれば数でも勝てる。ボストンは俺たちのものだ。チェッカーをやらせておけばいい。こっちはチェスをやる。エディ・ウィンター、以上。さあ行こう。
晴らしい。さあ行こう。戦闘は拳で勝つもの、戦争はウィットで勝つもの。いいね。クレア・ポジンスキー宛て。そろそろバケーションについて考えよう。アイルランドに6週間はどうだ？ダブリン、ゴールウェイ湾、ウォーターフォード、キルケニーで1週間ぐらいあの小さなホテルで過ごすか？それと心配するな。いとこのスティーブンは連れて行かない。あいつには自分で出国させる。警察を脅迫するようにと言ったが、ショットガンで顔をぶち抜けなんて言った覚えはない。ユニオンウォーフのあのさびれた両場に一生隠れることになるだろう。どうでもいいが、愛してる。エディ・ウィンター、以上。マイアラークが家を痛めつけることはもうなさそうだ。クレア・ポジンスキー宛て。今夜会食する。アーサー・ブラックと3人だ。コーナーストーングリルに7時の予約を入れてある。心配するな。アーサーはおとなしくして、チャールズタウンの時みたいにドリンクの注文を間違えたからってウェイターを刺したりはさせない。愛してる。エディ・ウィンター、以上。素晴らしい。ロバート・クーパー宛て。おい、これを見に来てくれ。ボービー、前も言ったが、血のつながらない姉妹と寝ようが何しようがどうでもいい。だが寝言は困る。あのな、ベースボールについてペラペラ喋るのはいい、映画の曲を歌うのもいい。だがコリン・オマリーがアーリントングリーンのバンカーに捨てた3人の死体のことは喋ったりしてないだろうな。チャンスが欲しいか。まあいらないよな。すまないロバト、あの女には消えてもらう。エディ・ウィンター、以上。
やあ、バレンタイン。それで何か持ってきてくれたのか。年取ったグールのテープをポケットいっぱいに持ってきてくれたのか。その通り。ほら、受け取れ。あれを見てくれるか。さて、これは本当に紛れもない探偵の仕事だ。これはゴミより古いけど、エディが触った跡があちこちについてる。本物だな。で、これにはまだ暗証番号の一部が隠されてるわけだ。古いプロセッサーで見てみよう。よし、1953728406。あの年取った悪党はアンドリュー駅に閉じこもってる。さあ、エディ・ウィンターを倒しに行く。